すごいね。めっちゃ綺麗だよ。そりゃそうか、湧き水だもんな。タツコラーメンうどんそば定食。あ、見て、あそこにあったんだ。気づかなかった。なんかすごくない？ねえ、すごい、すげー。え、何の魚これ？めっちゃ綺麗じゃん。すげえ。入ってみたいけど時間前だから。いやー、いいね、田沢湖。めっちゃいいね、気持ちいい。ただだよ、ただ。ねえ。ほら、美味しそう。バスで食べよ、バスで。しゃれてるね。すごい。ゆっくりしてってね、だって。すげー。降りる？貸し切りだ、貸し切り。冷たい。冷たい？おいちい？おいしい？食べちゃっていい？いいよ。ババヘラ？いやー、いいなこれ。夜帰り。一棟貸しの民宿。ねえ、めっちゃいいじゃん。6人で1万円でしょ。ベイブリ学校じゃないか。
秋田市大森山動物園。ほら泳いでるペンギンだよ、ペンギン。来た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 。兄弟かな。ああ、これ山から出てきたらもうどうしようもできないよね。餌ないですよ。ねえ。今回のホテルは大和ロイネットホテル秋田、だいたい毎回大和ロイネット、そのつなぐコーヒーっていうのが楽しみなんですね。反対側になっちゃう。そのコーヒー屋さんは住所非公開でやってるから、見つけても場所が分かんないように行かなきゃダメなんですね。あ、そうなん。うん。でお願いされてんの？いや誰もお願いしてないけど、確かそういう感じなはず。連休入るとこだったのでこちらも。あ、そうなんですね、はい、まあそうですよね。すごいタイミング良かった。タイミング良かったです、本当に。リメイド。いやー、つながることができました。わっ、雲の巣張ってら。どれ見に行きます？眠りなましみたいなやつ見たい。おお、いいなぁ。もう昔は栄えたんだろうね。青森の中さんみたいな感じなんじゃない。美術館は明日ですね。はい、近いね。ね。ラーメン食うの？食べたくない。いやぁ。足りる？やばい、足りないんじゃない？いただきます。